皆さんこんにちは。日本共産党の衆議院静岡第7小選挙区より立候補を予定しております野沢正治です。どうぞよろしくお願いもいたします。安倍首相は衆議院臨時国会冒頭で解散してしまいましたが、安倍首相の森友家計疑惑も自分の都合による疑惑隠しの解散です。これはとても国民としても許されることではありません。私は今度の衆議院選挙では第一に森友学園、加計学園などの国政私物化、これを許さない、そういうことを訴えたいと思います。第二に北朝鮮への働きかけです。安倍首相は圧力圧力とばかり言っておりますが、国連安保理決議でも圧力強化ももちろん言っておりますが、対話による平和的解決も明確に示しています。ですから圧力ばかりではなく、日本のような場合は対話による平和的解決が重要だと考えています。というのは、もし仮に暴発すれば核戦争の危険もあり、これは北朝鮮の隣国韓国や日本にとっては、アメリカのマティス国防長官も指摘していますが、信じられないほどの被害が予想されるからです。これは絶対に避けなければならないと思っています。第三に、消費税を 10% に上げさせていいのでしょうか。私は 1% の人の政治ではなく 99% の人の政治を目指していきたいと思います。ですから一つ目に、税の取り方を改革していきたいと思います。富裕層や大企業にアベノミクスによって儲けに儲けている利益があるあります。これに応分に課税し税を払ってもらう。二つ目に、税の使い方の改革です。安倍首相は北朝鮮の危機を煽りに煽って軍事費を突出させようと、そう考えているようですが、北朝鮮の問題は話し合いにより解決し、軍事費を減らし、その分も含めて社会保障、年金、そして若者対策、それから子育てに回していくべきだと思います。3つ目に、働き方改革です。8時間働けば普通に暮らせる社会、これを目指していきます。4つ目に、アベノミクスによって大企業や富裕層ばかりが儲けている、これはもうここ数年の事実で、皆さんご存じの通りですが、中小企業、農業にも潤いがいくように経済政策を変えていきます。